嘘だろ、マジか。どうすんだよ、隠れる場所なんてねえぞ。清水、歩く速度から考えてここまでの到着時刻はおよそ50。階段での戦闘の場合、上にいるものが圧倒的に、加えて名倒射程が短いから。なんか思いついたか。化け物一瞬でもひるますことができれば、その隙に逃げれる。ひるませるってどうやって？スマホも何もないぞ。清水、僕が体当たりする。は？その隙にみんな保健室へ。お前何言ってんだよ。お前はどうすんねん。僕、大丈夫、考えがある。マジかよ。おい、お前ほんまか。え、今俺らを逃がした後にお前が助かる作戦があんのかって聞いたんだよ。10取りぐらいなら。すげえじゃん、それなら。で、その10取りの作戦の成功率は？それは早く答える時間がね。15%ぐらい。めちゃくちゃ少ねえじゃん。でもこのままじゃ、それのどこが作戦やね。それとも全滅よりはマシだよ。ま、誰かが犠牲になるとしたら僕が敵になるんだ。今までただ息をして生きてるだけだ。それが二人に出会ってから変わった。その時の恩返したい。僕が死ぬ。おい、こんな時に何言ってんだよ、清水。もう時間が。くっそ、俺たち熱い。今まではただ息をして生きてるだけだった。それが二人に出会って。何？どうしたの？そんな若干にやけながら見られても。あ、違う、噛んでないよ、今のはそういうセリフやね。そう、あえて噛んだように見せるっていう演出が多分まんま使われとるんじゃん。ちょっと噛んどる感じが、まあ、見て、うん、でも使っとるんじゃん。使ってなかったらいいよ、あれすればじゃあ。ご飯、ああ、何も出てこない。もう時間が。あれ？え、こんだけ？あら？板田さん、もう時間がしかないセリフ。ごめんね、板田さん。もう時間がに全力投球して。板田さん、わかったーん。もうこの、千鳥、はは酔ってませんよ。シラフなんですよ、これは。シラフトークなんです。もう話すこともないんです。うん。